皆さんおはようございます。2020年6月21日日曜日、朝のご挨拶後半です。いかがお過ごしでしょうか。ごきげんよう、おはようございます。まずですね、東京で思ったことと、もうこれ東京から出ることができなくなって、3ヶ月やっと県をまたぐですね、移動制限の解除といったことはが行われて、国会を閉じてたら、まあなんていうかな、こういう動きも科学的根拠ではなくて政治のそのカレンダーでやってるように思いますね。国会を無理無理閉じて、そして、移動も地元に帰っていいよということになって、まあ、宿舎もですね、少ないですね、いる。うわー、これちょっと本当に今日はですね、雨が、大粒の雨が降ってきました。もう長く話せませんけども、東京で思ったことはですね、これだけの過密都市で、これだけのその大きな人口を抱え、それから東京の特徴はですね、中間人口の多さなんですね。で、もう15兆を超えるヨーロッパの豊かな国の国家予算をしのぐ、そういう大きな東京でですね、まともにその生きることができない。もう病院が劣化して、いや劣化じゃないですね、失礼、病院が追いまくられて、そして2月に私もう本当にこれダメだと思いました。もうとことんダメだと思いました。それはなぜかというと、感染の方が出て、1月に最初に報告をされて、そして亡くなられた方、この方も亡くなった後に判明するわけですね。そうじゃないかっていうことで、で、屋形船がどうだって、あるいはタクシーがどうだって、もうある意味その何て言うかな、行政の不作為、行政の怠慢をですね、現場にずっと押し付けてくるかのような感触を印象を持ちました。そして、次に何が起きたかというと、医療現場の方々からあと20日でマスクがなくなる、医療用のマスクがなくなる、あともう防護具がない、あるいは救急隊のがゴーグルを必須にされていないと、そんな話があって、で駆け回ったんです。でもその話をまず国会でみんなに共有してもらおうと思って、あれは立憲民主党の福山さんの質問の中に入れてもらったんですね。でもその時何が起きたかというと、いやそんなことはありませんと、お医者さんがですね、もう本当にその自分の職を閉じて、告発をされたことがですね、そんなことはありません、それはデマですって片付けられようとしたわけです。あの時ですね、まだオリンピック招致っていうことを目指していて、余計なことを言うなと言わんばかりでした。これがリーダーシップなんですよ。間違ったリーダーに導かれると生存権、命まで脅かされ、それから東京でも倒産、失業、これいっぱい出ています。そして東京から来た人と、東京から来た人という差別が起きた、これはもう事実です。で、私は本当にそのこれだけ大きな、しかも豊かであるはずの日本の首都がですね、もう皆さん東京が世界で一番の有数のその、そこに住んでいる人にとっていい都市だっていうのはもう大昔のことになりましたね。新自由主義の
リーダーがずっと出て、そして社会的連帯を壊していった。でそこを変えなきゃいけないんですよ。そこを変えなきゃいけない。で昨日もたくさんの人たちが私に連絡をしてくださいましたけども、河合夫妻のですね逮捕ということを受けて何が起きてるかと、これもこれまで長く続いた自公政権、これのまあなんていうか断末魔のような声を昨日いっぱい聞きました。もう本当にね、総理は河合君を嫌ってたとかね、もうそういうのやめてほしいですよね。それ関係ない話でしょ。しかも事実ですか、総理がそうおっしゃってるんですか。もうトカゲの尻尾切りっていうか、いらなくなったらポイッと捨ててですね。でもこれそうはいきませんよ。ぜひ郷原弁護士のブログをご覧になってください。あそこに本質が出てますね。でこれまでその検察はですね、選挙の前のその組織活動費と称してお金を配るっていうことに踏み込んできませんでした。でも今度それを正しい形で踏み込んだわけですよ。裁判で事実が次々と明らかになってますね。で何が行われていたか、河合君からすると、他のそういうことをやってる人は誰でもやってることをやったに過ぎない、ただ額が大きかっただというのかも分かりません。しかし選挙で票を もらおうと思ってお金を渡すということは、これ買収です。で最もやってはならないことですね。でもこれはそのお金をその買収罪、渡した人もらった人だけでなくてですね、今度は交付罪いうものがあります。1億5000万、これ誰が渡したか、何の目的で渡したかということです。そしてそれは誰に渡ったのかということですね。これ、これからですね大きくまさに連立も揺るがすような話になってくると思います。で他方でこちらのその立憲民主、国民民主、社民、そして、無所属フォーラム、社会保障を立て直す会の皆さんですね、中心としたところ、そして、共産党さん、今、タッグを組んでます。でここのを分断しようという動き、これもですね、盛んになってきましたね。右翼クラスター、右派クラスター、新自由主義クラスター、そこにですねリンクをしようとする人が必ず出てきます。この朝のご挨拶でも申し上げている通り、今必要なことは社会的連帯ですね。まあこれいつも必要なんですけど、今ほど必要な時はない。これバラが一回終わった後のこの新しい句出てくる、また綺麗ですね。もう今年はこれで終わりってなわけじゃないんですね。こうやって、それをですねぜひ皆さん警戒をしてほしいんですね。でもう早く一つの党にしないと、この準備が間に合いません。準備が、で立憲民主党にいろいろ言ってる方々がおられますが、私たちは民主党のあのバラバラ感を今度の新しい政党に持ち込んじゃダメだと思うんですね。それは何かっていうと、国民民主党でやってるように、これ自民党さんの良さをここは真似て、決めたことは必ず守るっていうことなんですよ。決めたことは必ず守る。で新しい政党だとですね、そういう二大政党にいる人たちで埋まってる場合は、そこから弾かれた人たちを集めます。
でそこから弾かれた人たちを集めてしまうと何が起きるかというと、決めたことを守れない、決めたことを守れなければですね、また同じことですね積み木崩しと同じで、片方で積み木をですね重ねていく、片方で誰かがそれをぶっ壊していくと、これだったら意味がないわけですね。私は2009年の失敗というものを総括をしなきゃいけないと思っています。2009年、私たち民主党はですね143人もの新人の議員さんを国会に送りました。国会に来てもらいました。しかしその彼らはどうやって選ばれたのか、ある地域ではもう比例のですねその名簿が足りずに他の党にその議席を渡すっていうことさえ起きました。でもそこで生まれてきたのは何かと、決めたことを守ることができない、あるいは決まったことを、政権を取っての100日プラン岡田さんが作ってましたね。そして私たちはそれを実行してきました。しかしどこで崩れていったか、次の内閣を壊してしまって、そして議連も壊してしまって、そして一人一人のトレーニングの場、私は大臣室にですね4班に分けて新人さんに、学んでいただくそういう場を作りました。だけどそれは総務大臣のやりながらっていうのはなかなか難しかったですね。さてもう今日はここで終えます。今日講談申し上げたことは、政界がこれ毎週審議をしながらも大きく動くその途中にあるということを申し上げました。今日も良い休日を、そして週末を、お働きになっている方々はこれ雨が降ってきましたんで、またどうぞ気をつけてごきげんよう。温かい言葉をかけてください。それから分断でないリーダーをぜひ皆さんのところで選んでください。それじゃあごきげんよう。ありがとうございます。